got star。どうもです。今回はこちらユニクロ&JW アンダーソンの 21SS とのコラボのアイテムで 64cm の低身長の僕が実際にいくつかコーデを組んでいこうと思います。今から考えながらコーデを組むので何コーデになるか分かりませんができるだけ多く紹介していきますのでぜひ同じぐらいの低身長の方は参考にしていただけると幸いです。では本編参りましょうか。せーの、よいしょ、はい、はい、1フォーム目はこちら、スタックハーフパンツの M とポロシャツのネイビーの L サイズを合わせました。いかがでしょうか。テーマは夏休みのバーベキューということで、夏休みのバーベキュー、涼しげに半ズボンできながらも清潔感を出すためにポロシャツと、これは順位ですね。上も L サイズ、下も M サイズでかなりオーバーサイズに着用しております。サンダルがお借りしたアラズプーツのブルーカサンダルでございます。空調とか寒い時にこのようにセットアップを貼ることもできます。この場合はここのボタンは開けた方がいいですね。ポロシャツは開けて着用していた方がいいです。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。全体的に今感触が流行ってますので、その感触で合わせてみました。いかがでしょうか。半ズボン抵抗ある方が多いと思うんで、そんな場合はこのように EG ワンタックパンツを履いていただいてもすぐかっこよく決まりますので、ぜひお試しください。言うてももう半ズボンでも寒くないですけどね。言うてタートル脱ぐとこんな感じです。いかがでしょうか。もしかするとこのワンポイントに明るいブルーが入ってるんで、全体的になかなか暗い色ですが、それでもそこまで重たくなっていないのがこのコーデの肝でございます。暑い。で、164cm 細身の僕はかなりウエストが細いんで、体重が58あるんですけども、ウエストがかなり細い体型ですので、ベルトが必須でございますね。着用は S サイズでございます。裾あたりで締めて履きます。パンツは私の手はしておりません。ただポロシャツってちょっとおじさんっぽいイメージがあって、なかなか抵抗ある方も多いと思うんですよね。そんな時にはこのようにミニブレンドのクルーネックセーターを合わせていただけると、普通のカットソーれないニットの上品さも目指しつつ涼しげなコーデができますので、非常におすすめでございます。僕もねポロシャツは好きなんですが、あまり似合っていない気もしていますので、女の子とデートする日はこのクルーネックセーターを着用していこうかと思います。今回のユニクロ&JW アンダーソンのコーデの中ではこのコーデが一番好きでシックできてるかなと思います。一応この上にもカバーオールを貼ることはできるんですが、やっぱこのカバーオール自体どうでも言いましたが、ちょっとあの辺りが細いんで、なんか窮屈感がすごいですよね。なんで、別のゆったりめのアウターを合わせていただければいいと思います。それをまくるとこんな感じです。ツイル生地で生地が太いんで、まくるとずっとこのようがめちゃくちゃいいですね。グッドポイントです。やっぱ生地が分厚いんで、着る期間はかなり短いですね。秋にこの結構鮮やかめなブルーを着るかと言われるとそうでもないんで、やっぱこのツイルカバーボールは別にここまで急いで買う必要はないアイテムかなと思います。色はめっちゃいいですけどね。シルエットで言うと、このようにゆったりしたブルゾーンを羽織った方が今っぽいんで、ツイルカバーホールよりも他のブランドのゆったりしたブルゾーンを羽織っていただいた方がいいと思います。で、めちゃくちゃ暑がりで、さっきみたいなニテーターとかを着るのが辛いって方は、このようにオーバーサイズティット合わせていただいてもいいと思います。この上のステッチが可愛いですよね。これ、XL でめちゃくちゃ大きめで買おうと思って買ったんですけども、さすがに大きすぎたかなという印象ですので、皆さんはね、M か L かワンサイズ上げていただくのがちょうどいいかなと思います。XL は下着が長すぎた、この生地のもちもち感とか落ち感とかは非常にセクシーですね。で、春夏はこの重たい色じゃなくてもう少し軽い色を着ていきたい、そんな方にはこのようにワイルドフィットジーンズとかを合わせていただけるといいと思います。上にはスープマコットンティーの XL サイズを合わせております。その色味の組み合わせ最高っすね。ただまだ半袖では寒いんで、このようにプレミアムリネシャツを羽織ってもかっこいいですね。下着がかなり長いシャツなんで、もう少しワイルドなパンツの方がコーデの違和感は少ないと思います。で、着丈が長いんで、僕は下のボタンは2個開けて着用しております。下のボタンは2個開けると足の見える範囲が単純に広がるんで、短足に見えるのでおすすめでございます。ちなみに一番下まで締めると見え方はこのようになります。ちょっと短足に見えちゃってますよね。横にわりかし深めのスリットが入ってますので、言ってもそこまで長く投げすぎていないところが気に入っております。で、タックインをするとこんな感じになります。かなりおじさんっぽくはなりますが、着丈が長すぎるのが嫌って方はタックインもおすすめでございます。で、このデニムはツイルブラックシャツとの相性もいいです。で、ネイビーのシャツを羽織ってみるとこんな感じです。ベージュみたいな明るい色が苦手な方はこちらのネイビーもおすすめでございますね。全体的にアイテムがシンプルなものが多いんですけども、このようにリネン100の素材感とか、なんか着丈の長さとか、割とファッション初心者の方には難しめなアイテムが多いなという印象でした。この中で、今日紹介したコーデで一番おすすめはこちらのリネンのニットとイージーパンツを合わせたコーデです。
このコーデは誰でも真似できやすいかなと思ってますので、よかったら参考にしてみてください。ただやっぱり動画でも言いましたが、このリレンの風合いはたまんないですね。最初の動画でも言いましたが、このリレンの風合いはめちゃくちゃいいですね。これに関してはもう完全にタックインしない方がかっこいいと思います。で最後ね、身長を6センチ持っているクレマンのプロだとイージーパンツとニアシャツを合わせてみました。もともと身長これ前提の丈感でパンツ使ったんで、めちゃくちゃ丈感がちょうどいいと思ってます。いいですね。で、これじゃまだ寒いんで、今日はこのブルゾンを羽織って帰ろうと思います。今回はユニクロ&JWアンダーソンのアイテムを使ってコーデを組んでいきました。実際に低身長の僕が組んでいきましたので、で、同じような低身長の方でしたら、どのコーデを組んでもかっこよく決まると思いますので、ぜひご参考にしていただけると幸いです。で、このチャンネルでは、低身長の僕が組むのが、低身長のためのファッションの知識や、ジギやユニクロなどのプチプラアイテムを低身長店でリビューしております。週に6本統合していますので、ぜひチャンネル登録と通知ボタンをお願いします。じゃあ僕は今日このブルゾーンを着て帰ります。ユニクロ&JW&SON21SS 次のコレクションも楽しみですね。ではバイバイ。